Wasabi. Thank you for watching my video. We are going to study the most basic style. This is the base for making sentences in Japanese. 今日は日本語ビギナーのためのビデオをお届けします。私は日本語で日本語の文法を説明します。ゆっくり話します。字幕もあります。新しい言葉、大切な言葉はボックスに書きます。リスニングの勉強をしながら一緒に発音してください。日本語をマスターしましょう。私はわさびです。私はわさびです。私は先生です。私は先生です。A は B です。わは主語とセットです。わは助詞です。わは普通、はです。でも、助詞の時、はです。私は日本語の先生です。私は日本語の先生です。私は YouTube の社員です。私は YouTube の社員です。少し長くなりました。名詞プラスのを使って、所属や属性、状態を少し詳しく説明できます。小さなチャンクのようなものです。私はわさびです。私は先生です。私は日本語の先生です。少し具体的になりました。こうして少しずつ長い文を作っていきます。私は先生です。私は先生です。私は学生じゃないです。私は学生じゃないです。じゃないは否定です。名詞の後ろに否定を足します。あなたは学生ですか？あなたは学生ですか？私は学生じゃないです。私は学生じゃないです。私は先生です。私は先生です。疑問文の時も A と B は同じ位置です。かは疑問文です。かは文の最後につけます。イントネーションはかです。この4つを使ってもう日本語会話ができます。たくさん話してみましょう。仕事の名前です。私は会社員です。自営業です。警察官です。医者です。弁護士です。料理人です。建築家です。運転手です。自宅警備員です。プログラマーやデザイナーなどは英語の言葉と同じです。次のビデオでは W から始まる質問の言葉を勉強します。とっても便利です。また次のビデオで会いましょう。バイバイ。